さあ今回はこんなコーナーをご用意しました。それでは西田選手にタイトルコールお願いします。西田有志にキュンです。西田選手の好きなところ、こちら募集したところですね、すごいです、めちゃくちゃ来ました。エリさん、バレーに一生懸命で応援したくなる選手です。また激烈なサーブやスパイク、自分やチームメイトが決めた後の全力な喜び方、満面の笑顔が好きです。最高っすね。気持ちいいでしょ。気持ちいいっすね、こういうの。続いていきますよ、モモンガさん。試合中は真剣な顔をして男らしいのに、試合が終わるとくしゃっと笑う笑顔が可愛くて好きです。もう白ご飯いけるでしょ。もう3倍ぐらい3倍はいける。これ何のコーナーな。僕が喜ぶだけのコーナーですね。西田選手のスマホの待ち受けって何になってるんですか。ちょっとあったら見せてもらえるんですかね。ですね、ちょっと待ってくださいね、こんな感じですね。え、見づらいな。え、青空？青空っす。青空で釣り行った時になんかすごい天気いいなと思って、携帯変えたばっかで、はい、ちょっと撮ってみようかなと思って、うん、1枚目に撮った写真がこれなんですよ。趣味釣りなんですか？釣りとゴルフですね。まあまあ21歳大人な楽しみですね。車の運転とかもするんですか？車大好きですね。めちゃくちゃ好きっす。まあ、そこら辺の日にならないぐらい好きっすよ。将来的にこれ買って乗りたいんやっていう車もあるんすか？じゃあもう僕は目星つけてますね。アウディの Q8 の、うん、あの S ラインのやつを乗りたいんですよ僕。ベンツのゲレンデぐらいのグレードのアウディ版ですね。おお、僕家とかも好きなんですよ。もう家具とか、あの家の構造を見るのも好きなんですよ。大好きで、ね、家の構造を見るのが好きな、あのどんな形になってんのかって、どんなになっとんのやろと思って。だからあの住みやすいところっていうか、引っ越しもしやんのに、うん、いろんなマンションの形見てます。もうだからリビングこんだけ広くて、あの寝室がこんだけ広くてみたいな。だいぶ妄想家ですよね。いや僕ね、そういうの大好きなんですよ。本当に好きなんですよ。もう多分これは、あのワイルドスピード見てからですね。家の目の前にスポーツカーを並べて止めてたんですよ、うん、で車庫があってめちゃくちゃでかい家のところでみんなでバーベキューを ベランダでやったりとかしてて、こういうのいいなと思って。ちょっと海外の生活にも憧れてますよね。昼間からバーベキューしてお酒飲んでっていうような家庭ができたらなっていうのが一番っすよね。だからみんなで盛り上がるのが好きなんですね。いや、まあ、そうなんですよ。あの末子あるあるです、これは。あ、末子あるあるな。末子あるあるです。かまちょばかまってもらえるのが嬉しいんで。じゃあバレーボールの試合の会場なんか最高やね、みんな。もうとんでもないです。SNS っていうのは結構チェックしますか？チェックはしてます。なんですけど、あの一つ問題があって、おインスタで、うん、今 どういった割合でなってるのかっていうのを見たんですよ、うん、まさかの国の一番のランキングが、ほう、日本じゃなくてインドネシアがランキング上だったんですよ。あ、フォローされてる人の割合が1位インドネシア。そうです、そうです。インドネシアが 25% ぐらいあって、おう、で次に日本が 23% で、おう、あれと思って。え、そうなんですか。で僕日本人気ねえなと思って。いや、あるあるある。日本人気もあるし、それ以上にインドネシアで注目されてる、あの町とかもあるじゃないですか、市と。え、市、あのどこのフォロワーの市が多いのか。あの、わかります、わかります。どこの何県とか何市から多い、はい、あるじゃないですか、うん、あれ国際にしたら僕ジャカルタが一番でした。
を見て僕はびっくりしました。大声で言っちゃいました。えーっつって。男女比みたいなのもあったでしょ。男女比は、うん、男女比やばいっすよ。なん、うん、教えてください。67% で、うん、男性です。マジで。嬉しいやん。逆や思ってた。あのなかなかそういった例は聞かないので、うん、あこれおもなんか面白いなと思って、だから逆に今までにない形を作れるなと思ってもう思いっきりなんか取り込みいけるかなと思って、ね、だからヤカルタの男性に一番人気なんですね。多分そうですね。落ち着いたらクレイジーでジャカルタロケしましょう